はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もフォールアウト4 DLC ぬかワールド続きやっていこう。コロシアムのようなところで、この人コルター総支配に、まあもう着てるもの衣服全部剥ぎ取ってやったらこんな感じの人だったんだけど、この人倒して、んでぬかワールドにはどうもゴルツキ集団3つの勢力があるらしくて、なんとか平和的にしてくださいっていう、まあ、あのファーハーバーと同じようなパターンなんだけど、とりあえず進んでいこう。で、今あの人の身ぐるみがほとんどパワーアーマーのものだから、手持ちがちょっと重量が限界だから、どっかワークショップがあるといいんだけど、あ、これだ。ヌカワールドにある総支配人の居住区でポーターゲージとあって、現在の状況、そして何をしたらいいか説明してもらおうって感じだ。ここにいる？このパークをパックスと共有しても、オペレーターズと共有しても最悪。この辺にいる人たちはまた別の勢力だな。あ、ヌカワールド。さあ、おお、来た。なんか銃声するけど。ヌカワールド。お、マスコットキャラクターいる。ヌカタウン USA。どうしろというの？少しくらい感謝してほしいね。十分な食べ物と飲み物を確保して安全を提供している。私たちがいる。あんたが優れていないなら見る価値はない。仕事をして生活を維持する。この人たちはどうしたの？あるいはテーマパークの外に放り出されるか選べるわよ。それとも武器も持たない。や、誰もがどこかの瞬間でコルタに一発を打ち込むことを考えた。あんたはそれを実行しただけさ。その方がいい。ん？話終わった？こんにちは、おばちゃん。おぼっちゃん。私はニラ、ヌカワールドの情報ロボットアシスタントです。ヌカワールドのご訪問は初めてですか？初めてですよ。実はそうなんだ。それは素晴らしい。ヌカワールドにお迎えできて嬉しく思います。さて、壮大なヌカアドベンチャーに出発する前にお知らせしておきたいことが。エラー。あ？この薄汚い仮想のゴミ拾いが、こっちは退屈だ。退屈したら暴れたくなるのさ。なんでちょっと喜んだような口調で。なんだって？明らかに重要な機械不全に苦しんでいるな。俺様の唯一の不調はバカなゴミ拾いが目の前に突っ立ってることだ。この小さな問題を解決するべきかもしれねえな。永遠にシステム再構築。失礼、不調をお詫びします。データログによれば、私の正確サブルーチンに不正な改変があった模様です。至急ヌカワールド保守技術者に連絡してください。改変したのは誰だ？何が起こった？誰が改変を加えたんだ？分かればいいのですが、改変を加えた人物はヌカワールドの従業員の会見記録と適合しないのです。幸運なことに、私の音声受信機が全て記録し、標準保護手続きにのっとりホロテープを提出しました。ご心配なく。不幸な事故はありましたが、まだ 61% 以上の機能が正常に稼働しています。6割か。つまりワクワクするヌカワールドの冒険を最大限に楽しむヒントを提供できるということです。素晴らしい乗り物やアトラクションを楽しんだら、パークメダリオンを集めるのを忘れないでください。全部揃えたら特別なご褒美があります。ヌカワールドについてご質問があれば喜んでお答えします。そして忘れないで、冷たくて爽やかなヌカコーラはいつ飲んでも大丈夫。オッケー、今は質問はない。それでしたら感謝を込めて。エラー。え？システムデデム不調。まだいたのか。ダメじゃん。ダメだこりゃ。ニーラ、メダルを集めたらいいものあげるよって。
トラッキングしとこう。コルターが死んで悲しむ。アトラクションか。ってこの目の前にあったこの建物はマーケット。ちょっとマーケット寄ってみよう。ここがマーケット。いつか自分の子を連れてくる。いろいろお店があるのね。はい、ボス。正直コルターが殺されてよかった。あ、ボスって呼んでくれちゃうんだ。もちろん。こっちは武器。あ、で、バラモンだね、バラモン。あまり話したくない。トラブル。ヌカワールド。なんか物欲しくなったらここ来よう。これはこれ。ん？薬や？ドラッグ。とりあえずゲイジと話す。なんかみんなこういう変わった帽子かぶってるな。こっちか？ん？はっきりさせたい。どっかのアサリアがガントレットに入ってきて。何をしてるんだ？こんにちは。腕試しにガントレットに挑戦しようか考えたこともあった。今となっては時間の無駄だ。あんたの腕にかなうやつはない。ガントレットに挑戦したい。これ撃ってんの？ここじゃない、あっちか。ザ・パーラー。結構人がいるな。なこれといってなんだろう。逃走が起こってるようななんか現場じゃないし、そんなに不安定な治安の場所には見えなくはないけど。2社がこの辺りで作ったボタンは一つだけ。捕まるな。あ、これか。誰かと話して、シエラと話す。とりあえず上行こう。おっおっ。この人だね。ようこそお帰り、ボス。ここはもうあんたのものだ。ゲイジ。気に入ってくれるといいが、コルターは少々変わった趣味だったな。だが景色はいいな。指導者になった今、ここから見えるものすべてがあんたの指揮官。その言葉に気に入った。それはいい響きだな。思った通りだ。いいか、正直に言う。ここには誰か介入して指揮を取ってくれる人物が必要なんだ。俺じゃないのは間違いない。直に仕切るタイプじゃないし、これまでコルターを支えてきたことで責められてる。俺の能力は新しい総支配人がこの事態を収める手助けをする形で使うのが一番いい。わかった。なるほどな、ゲージ。よし。まあ、驚かせてしまっているのはわかる。一歩退いて全体像を考えてみよう。ヌカワールド。これは一つの夢だ。巨大で要塞のような建物。ここを支配すれば世界も手に入る。最初はうまくいっていた。ディサイプルズ、オペレーターズ、パックスたちを協力させるにはかなりの労力を費やした。だがここまでたどり着いた。1年ほど前、表門から押し入ってヌカタウンを占領し、トレーダーを支配下に置いた。その後、まあコルターが怠け始めた。座って満足したままパークの乗っ取りを終わらせる努力をしなかった。ギャングたちは不満を持ち、仲違いをするようになって、今やひどい状態だ。ひどい状態とは？ひどい状態というのは、最初は些細なことだった。頭に血が上ったり、口論、発砲も。でもどんどん悪化した。ギャングたちはできる限り自分たちの領地を確保しようとするようになった。こんな風にひしめき合ってお互いに相手を攻撃する口実を探すようになった。早く何か手を打たないと後戻りできない事態になってしまう。解決できる？そういう問題なら解決できそうだ。本当か？ぜひ頼む。ギャングたちのことはよく知ってる。協力したり争ったりして何年も関わってきた。手助けする。すべて手ほどきする。まずはギャングたちから指示を得ないといけない。
それがなくては何も達成できない。連中を信頼しなくてもいい。好きじゃなくたっていい。ただ従ってもらえるだけの敬意を持たせないといけない。お、アドバイスはどうすべきか、助言をもらえるか。そうだな。ディサイプルズは暴力を好む。血生臭いのが好きだから、それを与えてやればいい。オペレーターズは主に金目当てでここにいる。金を約束すれば従うだろう。バックスはわからないな。強いと思う者になら誰にでも従う。力を見せてやればいい。なんか従う条件みたいのがそれぞれの勢力異なるのか。大丈夫、みんな好いてくれるさ。なあ、だが当てにはできない。形の上ではすでに新しい総支配人だろ。つまり仕事は半分片付いてる。ただリーダーに会え、話をして力があるところを少しばかり見せつける。真剣であることを示すんだ。やろう。よし、やろう。よし、そう来なくっちゃ。この仕事にふさわしい男だということを示せばいいだけだ。俺はここにいる。あんたは総支配人だ。とにかくヘマをしないでくれよ。ディサイプルズのボスとオペレーターズのボスとパックスのボスに会ってこいってことか。あ、この部屋にもともとその総支配人がいたんだね。金庫？やった。おう、全支配人のいいものが入ってる。で、ワークショップを稼働させることができる場所はどっかにないのかな。ピズトップグリル。ゲイジによるとヌカワールド全域を支配するには3つの敵対するギャングからの指示を必要とする。なんでこんな不気味なんだここ。コルターのターミナル、元総支配人。やることリスト、やることリストがしょうもないぞ。削除済みとかある。エレベーター、フェイスオブシート、キャップ、とりあえずエレベーターに乗るか。さて、こっちに行けばいいんだね。ヌカワールド。ああ、出てきたのか。それではマップ。あ、でもボス結構すぐ近くにいるんじゃないのこれ。こっち行ってみるか。なんかもうちょっと離れたところにいるのかと思ったんだけど。ピストップマウンテン、ちょっとここ行く前に一回遠方戻って荷物整理してこよう。さて、荷物整理をしてきて、まずはここだ。気をつけなボス、私らはいつもそうしてる。フィズトップマウンテン。ちょっと、私たちがここを動かしていくべきなのは分かってるでしょ。ゲージが引っ張り込んだ間抜けじゃなくて。まあ、間抜け。もう一回チャンスをやろうよ。ヘマしたらひどい目に遭うのはゲージも分かってる。上。黙って。そこの大男はどうなの？何か言うことある？奴が俺の邪魔をしない限り。そう言うと思った。二人ともさっさと出て行って、それから他の奴らにも必ずメッセージ。上。大した奴には見えねえけどな。話がしたい？医者と話しな。はい。いや、あんたがゲージの秘蔵のペットね。秘蔵のペット？俺が総支配人だ。勘違いするなよ。
俺が総支配人なんだ。ガントレットを生き延びてコルターを殺したけど、ゲイジの手助けでね。確かに総支配人だけど、そんな称号もうずっと何の意味も持ってない。それが急に変わると思ってるなら大間違いよ。私たちがコルターの死を望んでたのは誰もが周知のこと。当然自分ならもっとゆっくりと痛みを感じるやり方をした。とにかくもうこんな挨拶は終わりにしよう。二者よ、ディサイプルズを率いてる。ここでの唯一の掟、それは同盟の平和維持。私たちの考えでは、お互いに爆弾を落とし始めた時から世の中は決まり事のことなんて気にしてない。復興には規則が必要だ。世の中には規則が必要だ。出ないと復興はできない。規則なんて危険なものだわ。人が信頼し始めるから安全だと思わされて、油断したところで命を落とす。コルターは何らかの規則や掟があれば自分は罰せられないと思った。でもそれは間違いだと身をもって知らされた。でも少しは評価に値するかも。あのガントレットを作ったんだから。もちろん最初はクズだった、創作力に欠けて。でも面白くしてやった。閉鎖すべきだ。あれは危険だ。閉鎖するべきだ。危険？危険なのは人でしょう。あんなのは子供の遊びで罠と動物を集めただけ。今回はゲイジが正しいことを祈る。奴はこれまでに約束ばかりしてきたけど実行に移してない。だからこれはしっかりやってもらう。これ以上我慢なんかしない。誰よりも有能だ。そこでは誰よりも優れてる。命をかけてみる。ディサイプルズは見せかけだけの脅しはしない。やり通す。髪型ばかり気にする甘やかされたガキや人前でおとなしくできない野蛮な動物と違って金に動かされない。もししくじったら殺すわ。でもゲイジよりもっといい計画を用意してあげる。でももし私たちを支持して総支配人らしく約束を守るなら、味方に尽くし生かしてやるから、お互い得する。お、脅す脅す。威厳を見せてやる。脅す。約束はしないし命令には従ってもらう。すでにコルターを超えてるらしい。どうなるか様子を見よう今のうちは。でももし態度を変えて歩み寄ることにしたら、ここには仕事が山ほどある。だからもし自分の適性を証明したければ、いつでも会いに来るといい。ボスと会った。多少説得ができた方かな。今回はお話が多いかもな。だけどいつだって正義の味方だよね。ここさ、なんてこの飾りのように、なんてこの死体とさ生首をさ、ちょっといつだって正義の味方だよね。パイパー同じことしか言わないし。詮索好き？いつもこんな風に旅の相棒の動機まで詮索しているのか？特に興味のあることだけだよ。感謝はしてる。ほとんど誰も迷惑になんか思ってないはずだよ。もちろん経験から言って、本物の善人になりたかったら善良に振る舞うしかないんだし。つまりほら、ダイヤモンドシティだ。本当に危険だとずっと警告してきたけど、発行のたびに聞くのはこんな声ばかり。おい、何か楽しいことを出したらどうだい。思考を変えて何か面白いことを書いたらいいのに。もう十分。いつか引退してやるって気になるよ。疲れる仕事のようだ。これパイパーの話だ。疲れる仕事のようだな。まったく。でもみんなは真実を知るべきなんだよ。そう、実際に起きていることを知るのは恐ろしいかもしれない。どこかのインスティチュートの手先が今日うちに来るんじゃないかと怯えずに夜を過ごすことなんかない。だけどそれだけの価値があるんだよ。真実を知っている。そのことに守られているんだ。全く同感だ。全く同感だ。立ち向かっている者の正体を知らずに
どうやって自分と家族を守ることができる？その通り。だけどほとんどの人は心地よい嘘を好む。私は違うけど、真実に何ができるかこの目で見てきた。妹と一緒に連邦の辺境で育った。小さな居住地だった。父は地元の民兵の一員だった。レイダーの妨害を防ぎ、マイアーラークを便所から追い出すと書いていた。そしてある日、父は死体で発見された。キャプテンのメイバーンとかいう名のろくでなしが、レイダーが当直の父を襲ったに違いないと言い張った。だけど信じなかった。自分で調べたら、キャプテンが寝返っていたことが分かった。思うに、町の警備では収入が十分じゃなかったんだろう。彼はある夜、ゲートを開けっぱなしにして、レイダーの一団に略奪させて利益の一部を受け取ろうとしていたんだ。父がそれに気づいて、メイバーンを通報しようとしたけど、メイバーンが先に動いたんだ。このろくでなしが人殺しをしておきながら逃げ合わせるの。許しておく気はなかった。市長に話そうとしたけど、聞き入れてもらえなかった。だから町中に言語道断の職務放棄による指名手配者、キャプテン・メイバーンというポスターを貼り出したんだ。その後で市長が本当に話をしたいと言ってきた。町はメイバーンを追い払い、さらに調査を進めたところ、ついにレイダーの意外なグループが明らかになった。それからどうなった？やりくりが必要だった。妹は当時まだとても小さかったし、母は縁が切れていた。だからしばらくは他人の行為でどうにかやっていた。結局お金を貯めて二人でキャラバンに同行して大きな町に引っ越した。以来そこが故郷なんだ。人々を救った。人々を救ったんだな。いや、彼らが自分自身を救ったんだ。真実を知ったから。でも、いや、すまない、長々とおしゃべりしてしまって。時々止まらなくなるんだ。本当に分かってる人と話をするのは楽しいからね。それでもう出発？行きましょう。これは好感度が上がってるからこういう話を今されたんだな。ヌカワールドでパイパーの過去が若干分かったところで、じゃあ他のボスともう一回話してみるか。頭のおかしなハボロジストに遭遇したら無視しろ。この前向こうの方に行ってみるか。私たちは銃を所持して、ハボロジストについて調べる。こういうテーマパークではあるんだけど、そういうロケーションが大量にあるんだな、ここ。私たちは銃を所持して、パーラーだっけな。まっすぐどうぞ。総支配に入ってみよう。これまでに分かってるのは、腕に行為をされるか。ぬかコーラなんかガチャガチャ言ってるけど、なんだなんだなんだ。ぬかコーラが腹ぶってる。この人か。いや、おやおや、コルターを片付けてくれた点では助かったかな。やつはバカだった。ここの恥だった。自分の道具に遊ばれたただのバカ。やっと誰かが当然の報いを受けさせてやったという事実が我々を慰めるだろう。興味があるな。あの人間のクズを屈服させてやった時はどんな気分だった？皮肉っぽい言葉を言ってみる。スリル。相手をああやって倒すのはゾクゾクする。そうだと思った。ふん、思ってたよりここに適してるのかもしれない。まあどちらにしても、ゲージの決定によるとお前が新しい総支配人。前回よりもうまくやれることを祈るしかない。マグスよ、こっちは兄弟のウィリアム。どうも。兄弟。仲間のリジーも含めて私たちがオペレーターズを仕切ってる。いずれこの辺りで支援すべきギャングは私たちしかいないということに気づくはず。この場所ありのままの姿テンプルとして捉えているのは私たちだけだから。
この世界で唯一重要なものの証。金稼ぎか。金稼ぎか。その通り、金。この場所は愚か者から金を奪うことだけを目的として建てられた。ゲージとコルターの仲間に加わったのは再びその目標を果たすため。元の創設者が意図してたよりももっと残酷なやり方にはなるだろうけど。でもコルターは一年中ほとんど何もさせてくれなかった。自分は山の頂上で贅沢暮らしをしやがって。つまりここの指導者になるならこの場所を本来の用途に戻すつもりだということを約束してもらいたい。そしてまた以前のように人から金を奪うということを。目的は金だ。ここを使ってできるだけ大金を稼ぎたい。やっとその時が来たか。うん、反感を買った。その言葉を実行に移すのを楽しみにしてる。そしたらいつでも好きな時にパーラーに来て。気を楽にして。もし私たちの仕事をするのに興味があったら話をしに来てくれればいい。この場所がまた真の力を発揮できるようにするのをみんな待ってる。善人から金を巻き上げるわけじゃないもんね。悪人で言ったもんね。確かに。ホルターがヌカワールドの所有権を争う。あとパックスか。ちょっとパックスも行っちゃおう。このまんま。マグスとウィリアムは普通俺に訪問者。あっちだね。ここはカフェか。でここはマーケットでしょ。で稼働率6割しか満たないボロいロボットに、ここがパックス。ブラッド・バートン野外劇場。さて、おお、あ、大丈夫だよなここ。おお、なんかヤバそうなとこ。メイソン。いやいや、ちょっと黒い音がずっとしてるんだけど。メイソン。今こうしてあんたを近づけて見てみる。新しい総支配人ってのに納得できない。みんなでやろう。みんなでやろう。全員が満足できるように。はいはい、わかった。みんな幸せな大家族になるわけか。メイソンだ。ハックスのトップ。いや、ぐちゃぐちゃ言ってる。こっちは俺たちの町。今のところは総支配人かもしれないが。ハックスのボスは俺だ。それは変わらない。それを忘れない限り大丈夫だろう。一緒にやろう。協力しよう。皆さん邪魔をする気はない。それが嘘じゃないなら俺たちの関係はうまくいくかもな。いいか、ホルターの件でへこんでる者はいない。ただ奴の替え玉が、まあ変わってると思った。でもゲージはお前がボスだと言ってるからな。お、オレンジ選択肢。総支配人にはなりたくないか。他のギャングが協力すると思えば迷わず指揮を取るだろう。お前がクソだったらやるしかないかもな。少なくともマグスやミシャではない。それにホルターより悪いはずがないだろう。計画がある。すごいことを計画している。今にわかるさ。意外とやり手かもな。ただしコルターもやり手だと思われてた。それが今では自分の血の海に横たわってる。勘違いするな。コルターは確かに総支配人で尊重すべき相手だった。それに最初は良かった。本当に順調だった。でもそれは1年前。コルターはその後甘くなった。達成したことを重視した。マシな方だ。悲観するな。もっとひどいのを見てきた。誰もが見てきた。
確かにここは以前の外での暮らしよりもいい。でも望んでたようなキャップの宮殿ではない。誰も満足してない。ディサイプルズでさえ普段なら血まみれになってさえいれば喜ぶような連中なのに、危機が近づいてたが、ゲージがストップをした。みんなを集めてコルタを処理する者を探すと約束した。お、ゲージとコルターに関する真相はこれ聞けるか。ゲージとコルターについて本当のことを知りたい。話せる。ダメか。全て話した。知りたかった。ゲージとコルター話せる。ダメですか。信じてくれ、いい指導者だ。悪いがまだ来たばかりだろ。様子を見させてもらう。いいか、率直に話そう。パックスを優遇するつもりか。他のギャングと話してたらしいな。言われた通りに素人があるけど平等に扱うがいいでしょう。ここは全てのギャングは平等に扱う。この世には完全に平等な2つのものなんて存在しない。それぞれ立場がある。いずれかのギャングが上に立ち、いずれかが下に来る。自然の法則だろ。行く前に最後にもう一つ、うちの動物園を管理しておくために何かと仕事がある。手を貸せる時があったら来てくれ。忠誠心はお互い様。ヤハもずっとぐちゃぐちゃ言ってんだけど。こっちゲージの元に戻る。これ開けてったらどうなるんだ。これ開けちゃおう。いいね。開けちゃった。 あれ開けたけど何も起こんないや。じゃ一旦ここ出て。さて、とりあえず三勢力のボスたちとお話をして、さあもうちょっと三勢力それぞれが離れにあるのかと思ったら、予想以上に近くに三勢力集中してるわけだけど、なんかこの人たちギャングだから平等に扱うって結構難しそうだが、とりあえず次回ゲージに報告して、まあその他のクエストもまあ進めていこう。それじゃあ今回はこんなところで。お、後ろからすごい人たちが。はい、ご視聴ありがとうございました。誰の奴隷でもないわ。